い激レアちゃん探してたね、ありますから、マジでチェックしてください、よろしくお願いしますということでですね、まあそんな激レア車両を今回ご紹介させていただきましたのでね、ほんまに気になる方はぜひチェックしてください、よろしくお願いしますということで、今回はありがとうございました。最近めっちゃ気になってるんですけど、なんで最近標準語やったんですか。ずっと気になっとった、ここ2年ぐらい前まで標準語やったんですか。いや、それは言い過ぎちゃう、あの3年いや、3年ちょっと前、めっちゃおかしいね、標準語やったじゃないですか。3年とか4年ぐらい前は結構おかしいな、標準語自分でも分かってたやつ。ただ、あれや、それは俺の感じ、言わせて、さっき言わせて、あのやっぱな、あのそのなんていうかな、カメラに映る時とかってやっぱさ、気を使わなあかんのかなと思ってて、でなおかだからやっぱその、下手くそやで、下手くそなんやけどちょっと標準語みたいなやつの方がいいんじゃないかなみたいな、あるやん。だから簡単にちょ、言わせてくれ、あの東京行ったらみんな標準語しゃべるんやろ。いや、それを通せへんのはなんでなんかなと思ってて、いや、ちゃうねちゃう、ただそれある時思ったわけよ、無理すんな俺って、無理すんなって。めっちゃひどかったそれ、あれひどかったなたまに昔の動画バッと出たら標準語なんですよ、おかしいんですよ、だいぶおかしいな俺。いや、だから一応だから東京行ったりしたらさ、基本的にそのもう方言を喋ってしまうと、あ、お前田舎もんなんやなって思われるのが嫌やから、みんな標準語にするっていう話らしいよ。これ今日本やばい、標準語で、え、あ、説明していい、とりあえず、まあ大丈夫だよ、 OK だよ、大丈夫、え、今からやっていいの、大丈夫ですよ、やっちゃっていいの、うん、とりあえず、あ、いいの、いつもの動画撮り終わって最後くらいで、 OK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 、 分かった分かった、じゃあやっていくからチェックしといてね。その感じがね、なんかね、芸人がいるアメリカ人なのノリのやつ、なんだここ足上げますか。負けへん、負けへん、ちゃう、出てけへんけど、あ、なんだっけね、出てけへんけど、なんだっけ、友近がやってたあのやつのネタに似てるんですよ。あ、そうな、俺イメージしてない違う、俺イメージしてないけど、ただ標準語やろ、標準語で言ったやろ。じゃ、ごめん、それで言ったらさ、あの君がダメなんだよ、君のイメージないからね。あの、そうなんだよ、だから君がおかしいと思う、関西弁に慣れすぎてもうそれがおかしいって感じちゃってるんだよ、この喋り方が。これ普通なんだよ、これおかしいって思う、あなたがおかしいんだよ。コメント待ってます。